里崎チャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ、佐藤さん、キャンプ行ってきましたよね。そうですね、うん、PCR 検査、はい、3回お宮崎、沖縄で、はい、だから、まずは、うん、行く前に打たないといけないんですよ。そうですよね。そうじゃないと、うん、万が一行ってから判断が出るように受けたら、はい、行って陽性だと、うん、もうそこで2週間隔離になるし、うん、はい、その地方の地域に迷惑かけてもあれだし、はい、だからまず飛び立つ前に陰性判定をもらって飛び立たなきゃいけないんで、うん、でも球団によっては72時間以内の陰性判定証明書とかがあるんですよ、はい、最高のチームで1週間とか、はい、で最短で72時間なんですよ、はい、だから行く前に打っちゃうと72時間のチームがスケジュールによっては間に合わなくなるんで。あ、そうですね、うん、宮崎は29日にジャイアンツが、はい、報道陣向けに PCR 検査をやってくれて、うん、それを読売ランドに受けに行って、はい、で宮崎は全チーム見れたんですよね、はい、で沖縄は楽天が72時間以内なんですよ、うん、はい、楽天結構厳しめなんですよ、ルールが、はい、で行く前に受けて、はい、で楽天見に行こうというスケジュールには、はい、行く前に受けたやつだと72時間以上になっちゃうんで。あ、そうなんですか、はい、だから行く前に受けて、はい、で飛び立つ前に、うん、飛び立つ前に唾液で指ボソ入れて、はい、もう自分でやるやつ、はい、で、うん、ついてから、はい、陰性もらうって、うん、72時間だと3日前。前ぐらい。ああ、そっか。意外ときついですね。意外ときついんですよ。うん、でそれをするのに3日かかって、はい、まあ、行きながら行ったんですけど、うん、はい、まあ大変でしたね。大変でした。はい、まずは、うん、見えるところが限られてるっていう。へえ。だからもう動線もバシッと選手たちと分かれてるんで、はい、うん、もうグラウンドはグラウンドレベルになかなか降りれないんですよ。はい、じゃあ選手に話って直聞けるんですか？聞けないです。ええー。ジャイアンツは、はい、そのジャイアンツが指定の医療機関、うん、その PCR 検査を受けた場合は、うん、はい、その三塁側のベンチ前まで OK なんですよ、うん、はいはい、でそれでその原さんが、うん、で解説者いなかったんで、はい、原さんがいいよって言ってくれて30分ぐらい、うん、で原さんが三塁側のベンチの方に来てくれて、はい、お話しさせてもらったんですけど、はい、西武はスタンドです、うん、へえ、グランドレベルまでいけない、いけない、うん、でオリックスもスタンド、はい、うん、でブルペンは、はい、なんかその橋の、うん、いつもファンの人が見る観覧席からは見ていいんですけど、はいはい、でソフトバンクもスタンド、うん、はい、だから全部スタンドです。そうですね。じゃあ巨人だけですか、はい、グランドレベルまで行ける、行けたのは、はい、だからまあ言えば行けるかもわかんないですけど、はい、行っても下から見てるだけだから近づけないんですよ、はい、まあそうですね、話聞けないですもんね、なかなか。で雨降ったら最悪なんですよ、うん、雨降ったら、はい、見えるとこないっていう。室内練習場にまあ行くじゃないですか。ああ、でジャイアンツは室内練習場にもスタンドがあるんで、はい、中に、そうなんだ。その上まではいいんですけど、はい、下に行くとその三塁側ベンチの前までは OK、はい、でも近づけないんですよ。へえ。結構大変でしたよ。じゃあもう自分でどういう練習してるかとか状態をもう客観的にこう見るしかないってことですか？そうそう、だからでもまあスタンドから見るんで、うん、全体的に見えたんでよかったですけどね、はい。でまあ、こんな言い方したらあれですけど、うん、お客さんいないんで、はい、無観客だから、うん、声かけられることもないし、はい、好きな角度から好きなように見えたんで、はい、まあ、ある意味いい点もあったんですけど、うんうん、話聞けないんで、はい、なかなか難しかったですね。そうですね。じゃあどういうとこ見てたんですか？だからまあそんでその日刊スポーツのね、うん、取材で行ったんですけど、はいはい、もう宮崎一番最初に南郷の西部行ったんですよ、はい、で何もない状態です、うん、何ができるか分かんないんで、はい、できる範囲の中でやりますねって言って、うん、宮崎のキャンプ行って、はい、西武で一番最初に目についたのが、うん、はい、ベテラン栗山です。へー、若手じゃなく、一番動けてたってことですか？一番丁寧に仕上がりもよく、うん、ちゃんとキビキビ練習できて、目についたんです、いきなり。へー。普通にでキャッチボール一つにしても、はい、もう本当に冒頭、低頭、ショートバン、うん、投げてるチンタラしてる他の選手いっぱいいましたけど、はい、栗山はその離れるのも一番早かったし、うん、キャッチボールから丁寧にしっかりしたキャッチボールができてたんですよ。へ、でそれをまあ評論にも書いたんですけど、うん、で姿勢が違うっつって、はい、でいろいろ担当記者とかに、本人取材できないんで、うん、担当記者とかに話聞くと、うん、オフの間、はい、12月1月、うん、6勤1休でやってたらしいんですよ。6勤1休、ああ、だから
そうかそうか、1週間のうち休みは1日だけと、1日だけで、だからオフの間もほぼ休まないで、はい、6日練習して1日休み、うん、だからまあいつ休んでるか分かんないですけど、はい、金土練習して日曜休みっていう、おととし、はい、だから去年おととしかのオフとかはもうちょっと休んだんだけど、うん、あのやっぱ動いてた方がいいっていうところで、うん、あんまりベテランになりすぎると休んだら戻すのに大変だから、はい、で6金球でやってたっていうのがもう練習から見て、うん、あだからちゃんとできてんだみたいな、そんなキャッチボール一つとかでやっぱもう見え方違うもんですね。プロなんで、僕はね。そうですね、目もねプロですもんね。だから外野の練習とかも丁寧にやってて、あのすごい丁寧にやってるなっていうところで、うん、でなんか記事出したら、はい、なんかあの栗がめっちゃ喜んでくれてたらしくて、うん、なんかもうバッティングを褒められるより嬉しいみたいな、へー、姿勢を褒められる方とかキャッチボールを褒められるっていう、でしかもなんかその担当記者とかに聞くと、はい、そのもう若い時よりその力もないし、うん、遠投力っていうのも落ちてきてるから、うんうん、はい、正確に丁寧に、うん、あの強いボールを投げるように取り組んできてたらしいんですよ。へー、だからそれをその評価されたのが嬉しいって言って、はい、へー、俺も嬉しい、当たってて、そう、さすがですね。そうなんだ、だからクリが、だからそれを見て他の選手もやっぱ思わなきゃいけないですよね、うん、そのベテランの昨年 DH でベストナイン取った選手が、はい、そこまでやってきて調整してキャンプに挑んでる中で、うん、その冒頭投げたりとか、はい、テレンコテレンコやってる姿勢は恥ずかしくないかっていう、うん、しかも仕上がりが遅いまだ実績もない選手、恥ずかしくないかっていう、うん、はい、でもその若い選手で、あ、でもなんかいいなって人いなかったんですか？それはいたんですよ、はい、それは後の新人の新戦力のコーナーで、はい、ああ、もうここでは言わないと、ここでは言わないですよ、はい、うんうん、これがね難しいところでね、はい、去年だから2020年に向けては2019年に、はい、あの里崎愛っていうのやったんですよ。あ、やりましたね、懐かしい、新戦力の、はい、で、うん、そこで言ったんですけど、はい、ここでそれ出すと、うん、そのコーナーがなくなっちゃうんですよ。そうですね、分けましょう、分けていかないと、はい、分けていきましょう、はい、だからそれやっぱクリがね一番ね、うん、目立ったし、だから今年も期待かなと、はい、でしかもあの西武は生え抜きで、西武入団、西武退団で迷宮会入りした選手が一人もいないんですよ。そうなんだ。全員あの東尾さんとかも西武でその200勝達成してるんですけど、はい、最初は西武じゃなかったん で、はい、であとはあの清原さんとか、はい、秋山さんとか、そうですね、もうみんな一筋の人がいないんですよ、工藤さんとか、うん、だからその西武入団、西武退団では初の2000本安打達成になるんで、へ、あともうちょっとなんで、はい、100本前後だったと思うんですよ。あ、じゃあもしかしたら本当今年いけるかもしれないですね。そうそうそう、だからまあで複数年契約も結んでるし、でもそういう姿勢見てるとね、うん、若手にもいい手本になるし、はい、そういったところはね西武の若い選手たち、うん、特に外野を、うん、今ね秋山を抜けてなかなかポジション空いてるところをね、うん、まあそれその姿勢を見て頑張ってもらいたいなと、うん、であとはね、はい、あのオリックス、はい、オリックスはね、うん、宮城くんが、はい、いいピッチングしてたんですね。しかもその中島監督の、方針で、うん、その宮城、うん、阿部で中川っていう、まあ、宮城は2年目だけど、はい、その新人の選手たちと若い選手たちはその主力とかベテランの雰囲気に流されないように、うん、はい、自分たちのペースでやるように、うん、ピッチング練習もその山本とか、はい、同じ組に入れないで、その若い選手だけにしてるんです、3人で、はい、っていう中島監督の配慮、その周りのペースに乱されないで、やっぱり焦るっすからね、うん、全員競争相手じゃないですか、はい、で仕上がりが早いと負けないようにちょっと力感上げたりとか、うん、ちょっとハイペースになったりとかもするんで、はい、そういうのの周りのその調整具合とかに惑わされないように、うん、その若い選手たちだけのグループを組んで、うん、はい、独自の調整をさせてるらしいんですよ。じゃあバッターとピッチャーって違うんですね。そのバッターだと野手だったら栗山選手のそういうキビキビ動いてる姿とかを見て、うん、いやもっと仕上げていかないとなりますけど、うんうんうん、ピッチャーは結構マイペースにやってた方がいいんですか？投げすぎ注意なんじゃない。だってもし横でよ、山本由伸がめっちゃ投げてたら、はい、さっき終われなくない？終われないです。そういうのが多分危ないんだよ。あー、なるほど。横でエースとか主力とか、はい、もしくは自分と競う相手がガンガン投げてて、はい、もうそろそろ終わろうかなと思ってても、うん、終わらなかったら、はい、なかなか、うん、終わりますって言えんやん。そうですね、新人とかだと、はい、なんかエース級が今日100球投げてる、じゃあちょっとそのぐらい投げといた方がいい、方がいいかなみたいな。だからいつもより10球多く投げちゃったりとか、はい、知らない間に周りに釣られて、うん、ちょっとオーバーワークでちょっと投げすぎたりとか、はい、球強く投げすぎちゃったりとか、うん、無理なフォームになったりとか、うん、でも怖いじゃんね、はい、バッターはそんなことないじゃん。
そうですね、ガンガン打ってるからみたいな、はい、だってバッティング練習時間決まってるから。確かにそうですね、うん、だからそのピッチャー決まってないから、はい、でそういったところも惑わされないようにっていうところで、へー、あ、これはいい形だなと思ったんですよね。あ、そうなんです。でもそれに甘んじることなく、はい、この3人はめちゃくちゃいいピッチングしてたんですよ、はい、でその中で、まあ、宮城くんですよね。何が良かったんですか。もうバランスも良くて結構いい仕上がりしてたんですよ、うん、で、あの球種も同じ球種を続けるわけじゃなくて、はい、ピッチングもまっすぐ投げたスライダーとか、うん、そういうその1球ずつ違う変化球を投げたりしながら調整してたんで、うん、あれだってあの2月の1週目に行ったんで、はい、だから3日か、うん、3日に行ったんですけど、はい、もう結構仕上がり早かったですもんね。へー、頭から、うん、だからさすがね、はい、2年目 で、うん、で昨年も1軍で1勝して、うん、だから多分今年新人王候補の筆頭に、はい、なってくる可能性は十分あるんで、意気込みが違うですよね。そうですね、今年も行くよっていうね。うん、でまあそこでね、だからといってまだその先発のローテーション枠が確保されてるわけじゃないじゃないですか、はい、だからそれをしっかりこのオープン戦とかね、練習試合キャンプ含めて掴んで開幕に向けていこうっていう、うん、その姿勢が現れる3日目でした。へー、まあ、オリックス先発ローテーション枠も空いてましたよね。そうそうそう、はい、だから山本、山岡、まあ、田島ぐらいで、あと外国人とかどうなるかっていうところで、はい、まあ、1つか2つね、うん、空いてるところを宮城君入ったら、おお、いや面白いですよね。楽しみですね、うん、はい、そういう姿勢も見れてね、よかったなっていうところもありますし、はい、で続いて行ったのがソフトバンクです、はい、うん、もう練習見てるだけで強いなっていう、はい、何が違うんですか。いや、もうめっちゃ声出てるんですよ。そう、だからもう宮崎行った中で一番声出てるっす、はい、で党内連携とかシートノック見てたんですけど、うん、大体のチームは見てたら飽きてくるんですよ、はい、あ、長いんなみたいな、うん、でもソフトバンクはめっちゃ声も出てるし、キビキビ動いてて見入っちゃうんですよ、へー、練習をテキパキしてるから、うん、で見入っちゃうから1時間ぐらいやってたんですけど、はい、それをずっと集中して見れるんですよ。へー、すごい。だって同じようなことずっとやってるわけですよね。そう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 、だからこう緊張感あるんですよ、はい、その中にも。でしかも隣にね、うん、2軍の球場があるんですけど、はい、声が聞こえてくるんですよ、うん、へえ、そんなに。あっちの声も、はい、だから俺らもいるよみたいな。だからこっちのメインのグラウンドの声が、まあ、一瞬やむ時もあるじゃんね、はい、プレーの合間とか、うん、その時にめっちゃ聞こえてくるんですよ、はい、声が。だから多分あっちは、うん、お前メインのとこまで声届くようにアピールせんかいみたいな感じでやってるんだと思うけど、はい、めっちゃ声聞こえてくる。でもこっちも声でかいから、はい、かけされるんだよね。すごいですね、両方から。すごい、だから俺らもいるよっていうアピール、はい、でこのね、ノックとか党内連携も、うん、はい、2,3 人が同じポジションにいて順番でやってんだけども、はい、普通自分のプレーになりました、はい、ただこうなるよこうなるよ指示するのは分かったけど、はい、自分のプレー順番じゃない、まだ後ろの待機順番なのに、はい、と待機順番同士で確認してる。あ、次こうだよ、ああだよって。へー、え、やってない人たちで話し合ってるってこと。そう、やってない人たちも話し合って声かけ合ってる。へー、それは初めて見たかも。そうですね、自分の番だって、うん、はい、次こういうプレーあるよとか行くよとか、はい、こうこうねっていうのの掛け合い確認は、はい、あ、まあ当たり前にするじゃんね、はいはい、うん、後ろ、うん、後ろにいる。しかもそれがよ、うん、新人とかだったらまだ分かるよ、はい、牧原とかやってるじゃん。へー、あ、強いなだからみんな休んでないんだ。休んでない、ぼーっとこうやって待ってる時間がない。ない、ない。後ろの人も、うん、だからショート、牧原その時ショートいたんだけど、はい、あのセカンドとやってる、はい、あ、順番じゃないのによ、はい、ここだよね、相手も OK なんとかっつって有意義に待ち時間も使ってると、うん、だから全員が気抜いてないの、うん、はい、そりゃ見えるよね。で、まあ、またマッチを筆頭に声も出して、はい、だからもうね、ミスのできない雰囲気が、うん、へー、全員で声出しちゃうから。あとこう松田選手みたいに元気なベテランがいると下も引っ張られていい雰囲気になりそうですよね、うん、だからそれがいろんな人に聞くと、うん、国保さんの年代からそういう伝統っていうかがこう染みついてきたらしくて、はい、国保さんとかがそういう風にやっていくから、だからそれを見た町とかが継承していってるから、はい、でもイズムなんですね。そうそうそう、もうずっとこうだから多分マッチがいずれね引退するから、はい、してもまた次にマッチみたいな選手がどっかのポジションで出てくると、うん、なるほど。今のだから若手がこの元気なベテランを知ってるから、うん、ベテランになった時にもそうそうそう、そうなってくるわけですね。だ、まあ、それが強いよね、うん、だってピッチャーの多分杉山だったんだけど、はい、党内連携で飛びついてたからね。飛びついてた、あ、おーって、へー、必死よ。そこまでなかなかしないですよね。しない、野手は分かるよ、はい、ピッチャーなんか飛びついてたからね、はい、
気合が違いますね。全然違う。だからもうサバイバル、本当生き残りをかけた、はい、で今度2軍の方からは声もバンバン聞こえるし、うん、こっちはガンガンやってるし、まあ、確かにチーム内サバイバルもやっぱり激しいから、うん、それで一人一人が個々がアピールしないとやっていけないってところもありますね。もう練習から勝負よ、うん、はい、わお、すごいですね。それが2月の5日、うん、はい、5日よ、まだ1週間も経ってないのに、それを、はい、すごくない？すごいですね。そうなったらよ、はい、そんな、うん、テレンコテレンコしてたら、はい、それ無理やろ、うん、無理ですね、勝てないですね、そんなチームには。うん、でしかもそれもね、うん、スタンドから見えるから全体が分かるの。あ、これ多分グランドレベルだと、はい、なかなか全体まで把握できないじゃん、うん、だからそれも良かったなと思って、はい、上から見渡せるから、後ろの選手の行動とかも、うん、前下降りると前の人が見やすくなるから。そうですね。でも上から見ると俯瞰で見れるから、はい、それも気づけて見やすかったなっていう。へえ。だからああいう姿勢すごいよね。チームによってやっぱ違うんですね、うん、あとあの下手くそなやつがすぐ分かる。ああ、キビキビ動きすぎてみんなが目立っちゃうね。逆に言われちゃうんですか。うまいのは逆に目立たないの、はい、全員うまく仕上げてきてるから、はい、でもちょっと下手くそになると、うん、すごい目立つ。へえ。だから逆に油断できない。うん、すごい。え、どなただったんですかとか聞きたいけど、まあ聞かないにします。うん、そうだね、はい、でもあのその日だからね。まあ、そうですそうです、うん、でそれがどう仕上げてるか分かんないけど、うん、でもすごい目立つの。へー、ポロポロしてるなみたいな。だから多分飛びついたりするんだよ、うん、必死だから。そうですね。だからそういう空気感がね、うん、だからそのなんかね、いろいろソフトバンク DH とかなんとかって言うけども、こういう空気感を真似しなきゃいけないね。そうです、ね、ソフトバンクのねキャンプ行くたびに思う、この空気感が強さの秘訣だ、ね。そうですね、うん、自分だったらでもキビキビしてたら目立つチームに行きたいですね。うん、キビキビしてても目立つな、普通すぎてそうですね、うん、でもだからそれが底上げかもわかんないよね。そうですね、チームの強さですね、うん、で巨人、はい、雨で、うん、ほぼ見れないっす。へえ。あのグラウンドね、はい、あのなかなか、うん、あの使えない。最初室内からスタートだったんで、はい、であの島内連携でシークレットってなって、うん、まあ、サインプレーやるからって、はい、で外で1時間ぐらいボーッとみんなで話しながら、はい、どこも行くとこなくて、うん、でもその原さんと話した時に、はい、これまあ前の動画でちょろっと言ったんだけども、はい、今回最初 S1 っていう東京ドーム、うん、これは坂本とかのベテラン、はい、で宮崎は1軍 と、2軍、うん、で読売ランドと、はい、4つに分かれてるんだよね。でだからその人が少ないの、はい、で原さんはこれいいなって言ってて、うん、なんかまあコロナでこうなったけどやってみたらその効率的に動けるし、うん、順番待ちもないし、うん、あとその1人が密に練習できるから早く終わるんだよね、うん、はい、全体練習が、うん、で早く終わるとその後のあの個人練習にも当てれるから、めちゃくちゃいいキャンプが遅れてるから、うん、まあ、結果的にこうなったけど来年からも、まあ、S1 は東京ドームから初めてっていうのもちょっと考えようかなって言ってて、でその東京ドームで始めるのも、はい、うん、結局暑さ寒さ、うん、天気全く関係なく、はい、そのベテランクラス主力クラスができるから、うん、本人たちも良かったって言ってたらしいんですよね。で原さんはその食事だけ、はい、ちゃんとやってくれって言ったらしくて、あ、そっか、これだけがもうルール、食事だけはちゃんと、キャンプは常にありますもんね、キャンプ地だと、うん、でそれが、うん、まあ、なんでかっていうと、はい、そのあの、まあ、最初 の、 あ の、 なんちゅうの今年の談話でも言ったけど、はい、そのソフトバンクを倒すためには、うん、まず強靭な肉体をつけなきゃいけないから、そのボディービルダーの人とトレーニング呼んだりとか、ね、っていうののもとやっぱ食事が大事だと、はい、だから食事は東京ドームに用意するから、うん、その晩ご飯は東京ドームで食べて帰ってくれって。東京ドームに用意されてるんですか。ボーンともうすっごい高性なのが用意されてるらしい、はい、原監督が言うにはね。でなった時に最初11時からスタートだったの、はい、その練習が、うん、でもそしたらその晩ご飯まで早すぎるじゃん、うん、はい、練習終わるのが、うん、だからその2時からにしてほしいって言われたらしいんですよ、うん、そしたら練習終わってトレーニングもして、はい、でいい感じで晩ご飯の時間になって、はい、それ食べて帰れるから、うん、2時からにしてほしいって言われて、うん、それも OK って言って、うん、そこ柔軟ですねって言ったら、うん、俺は結構柔軟に対応できるからねって言って、ダメっていう人多いじゃんね、はい、しかも昼過ぎからみたいな、うん、で2時からやってだいたい5時とかに終わるようになってくるから、はい、でそこでちゃんとした食事をとってもらって帰るっていう風にして、うん、だからそれもめちゃくちゃいい練習ができたし、まあ、彼らの要望も応えながらやりやすい状況でできたから、うん、でその後沖縄に行って合流だよね、はい、うんうん、原さんはもう東京ドームの練習はあのもう付き添ってというか見てはもうないわけですね。だからコーチはいたと思うのね、はい、元木さんとか、うんうん、コーチはいた。だからコーチも分散して、はい、その係決めてっていう。あ、まあそしたらいいですね。もう信頼してるベテランは別に話さなくてもいいですね。でしかも宮崎の一軍の班も、うん、もう一ポジション一人とかだから、は
はい、うわだバッティングとかずっとバッティングしてんだよ、うん、もうボール拾いはそのバイトの人とか、はい、その職員の人でボール拾ってみたいな、うん、もう全員だから原さんも、はい、もう少ないからよくも見えるし、うん、で休む暇もないし、うん、めちゃくちゃいいって言って、はい、あいいですね待ち時間もないし、うん、で若手も少ないからアピールがしやすいんだよ、うん、見てもらってるからね、うん、だからそういった面でも、うん、このジャイアンツ この4班に分かれてキャンプ、はい、ひょっとしたら来年以降もうん、続くんじゃないのかな。いいですね。アピールもしやすいし監督もちゃんと見られるし、うん、そう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 、うん、最高ですね。でその中で、まあ、どうなっていくかですけど、うん、だからまあね何でもそうですけど、うん、コロナだからってマイナスなことばっかり考えてても進まないから、はい、原さんみたいにポジティブに考えてやっていいところは来年も取り入れたらね、うん、これはピンチがチャンスでもあるし、はい、そういった面でも、まあ、宮崎のキャンプは、うん、まあ、いろんな面も含めてよく見えたなっていう、へー、はい、っていう感じです、はい、いいですか。え、あの、もう他言ってない球団いっぱいありますよ。宮崎4球団しかない。あ、そうか、宮崎編か、うん、これは、うん、はい、わかりました。次沖縄編、次沖縄編です。はい、わかります。え、でもどうですか、じゃ巨人とかソフトバンクとかお目についた選手っていなかったですか。期待の新人じゃない、取っといて。いや、結局目につくのは、はい、新人。あ、やっぱそうか、新戦力とか、ね、だって主力とか気にしないからね。そうですね、その中で目立ったのが栗山選手だったってことですね。そうそうだ、うん、唯一新人編で出てこない栗山選手を取り上げて、はい、だ宮城選手も若いですけど、 その新人編では出てこない。出てこない、なるほど、新戦力編では。はい、だからそこはね、うん、取っとかないとね。はい、そうですね、持ってないじゃん。そちらもね、見ていただかないといけないですね。そうそうそう、はい、交互期待。はい。